初代トレンチャード子爵ヒュー・モンタギュートレンチャードは、イギリスの軍人。最終階級は、空軍減衰。イギリス空軍の父と称される。1873年2月3日、イギリスのトントンで軍人の父ヘンリー・モンタギュートレンチャードと母、ジョージナ・ルイザ・キャサリン・タワーの次男として生まれる。父は、国王所有ヨークシャー系不評連隊所属の、陸軍隊員。 母方の祖父は、ジョン・マクド・ウォールス・ケーン海軍大佐である。ウリッチ王立陸軍士官学校の試験に二度、不合格となり、民兵で審査を受けることになるが、1891年、1982年ともに、不合格となった。その間に見習い士官として、フォーファート・キンカーディンで砲兵の訓練を受けた。1893年3月とレンチャードはそれに、 合格することができた。同年ロイヤル・スコッツ・フュージリアーズ連隊、第二大隊の将尉として、インドに配属となる。インドでは、飲むことも話すこともしない動物のようだったためザ・キャメルの愛称で呼ばれた。1899年10月第二次ボーア戦争の勃発により、トレンチャードは、ケープの遠征隊への参加を数度希望したが、上司の大佐によって拒否された。しかし、 1900年軍事長官、エドモンド・エルスが、インド総督、ジョージ・カーゾンにトレンチャードの海外派遣を許可するように要求し、数週間後にトレンチャードは、南アフリカ行きの命令を受けた。南アフリカで、ロイヤル・スコットランド連隊に復帰し、1900年7月、第二大隊下の騎兵中隊の訓練を命じられた。トレンチャードの中隊は9月頃から戦闘に参加する。 10月9日ボーア人追撃の際に、トレンチャードはボーア人の銃弾を受けて負傷する。クルーガーズドープの病院に運ばれ、差配に穴が開いた、悲惨な状態だったが、手術から3日後に目を覚ました。その後、より設備の整ったヨハネスブルクに移動したが、足が麻痺していた。療養のためマライスバーグに移動したが、トレンチャードは下半身麻痺に苦しんだ。 肺を通過した弾丸が背骨を損傷したためと医者は診断した。1900年12月トレンチャードはサウサンプトンから病院船でイングランドに帰国した。1901年5月軍船に乗りイギリスを立つ。1901年7月末プレトリアに到着。再び南アフリカへ戻った。サドルで長期間巡回任務を行う。 第十二マウント風評部隊の中隊に割り当てられた。トレンチャードは、まだ傷が痛み、出血することもあった。1902年8月少佐に昇進。ボーア戦争後、トレンチャードは西、アフリカフロンティアフォースに志願し、全連隊の遠征を率いることができる南部、ナイジェリア連隊副司令官に任命された。1903年12月ナイジェリアに到着。 1910年初トレンチャードは重病になり数ヶ月後に官能用で帰国した。1912年トレンチャードは飛行訓練を受けた。1914年第一次世界大戦の開始で警戒飛行部隊の指揮官に任命される。その頃はまだ陸軍の陛下の一つだった。1918年新設されたイギリス空軍の参謀長に任命される。同年ナイト尺に上される。 1919年には大戦時の功績から1万ポンドを貸しされるとともに順段借位を授けられた。また、トレンチャードは空軍士官候補生、将校のために訓練大学を設立している。トレンチャードは独立した爆撃機集団の必要を各界に説いた。次の戦争に生き残るために、イギリスに必要なのは敵の銃号を破壊するための強力な爆撃機集団。 敵住民の戦意と戦争継続の意思を低下させるための爆撃機による攻撃だという主張だった。1919年、トレンチャードは植民地の法と秩序は在来の守備隊よりも機動力の優れた空軍による法が安上がりで効果的に維持できるという旨を述べて植民地での使用の経済的効果にも注目した。1920年イラクがイギリスに委任統治される。 ことが伝わると、イラクで反乱が発生、その鎮圧が始まった。1921年3月植民省チャーチルの元カイロ会議が開かれる。その席上、トレンチャードは RAF がイラクでの軍事作戦を統括すること、作戦軍の主力を空軍とすることを正式に提案した。反乱に対し RAF が4個飛行中隊を派遣して、 鎮圧に貢献したこともあるが、トレンチャードの提案が歓迎されたのはそれ以上に、空からの統治が安上がりで済むと信じられたためであった。提案は採用され、1922年10月1日、イラクにおける軍権は、正式に、RAF にわたって陸軍は撤退して、RAF に属する8個航空部隊と4個、装甲車連隊が、守備軍となった。後に、トレンチャードは、 ケニア、ウガンダなど、アフリカ植民地でも RAF が防衛の責任を持つことを提案した。こうして、空からの統治は、東アフリカからインド、ビルマに至るまで、イギリスの植民地支配の向上的な手段となった。納税拒否のような非協力的な行為にも空軍が出動して、懲罰作戦を行った。1927年史上初のイギリス空軍元水となる。 また、RAF 事前基金の創設者となる。1929年に空軍を退役した。トレンチャードは空軍退役後、1930年にはトレンチャード男爵に除されている。さらに翌年には、時の首相ラムゼー・マクドナルドの依頼を受けて、指揮の低下が取り沙汰されたロンドン警視庁の長官職を引き受けている。彼は、警察訓練大学。 法医学研究所の設立や採用方法の適正化などの組織改革を遂行したが上位家達による独善的なリーダーシップは職員を困惑させたという。1936年には警視庁長官時代の功績からトレンチャード死者区に少女した。1956年2月10日死去。晩年の3年間は全盲となり耳も聞こえにくくなったが、 精神的には終始快活であった。ウェストミンスター寺院のレディチャペル東端の RAF 礼拝堂に埋葬されている。1920年6月17日にカザリン・ボイルと結婚して西を設けた。この時に与えられたのは順段借位。ありがとうございます。